はい、こちらオクラの栽培の様子ですね。このオクラはですね、種からじゃなくて今回苗からにしました。で、種を買うとね、やっぱいっぱいできすぎてですね、この収穫が結構大変ということもあって、で、今年はですね、苗からやろうかなと思ってですね、苗を個別に買いました。はい。で、たくさん食べたいよとかね、まあ、栽培してきちんと売りたいよっていう方は、もちろん本当に種からやった方がおすすめです。はい。で、僕の場合はですね、たくさん食べれないので、今年はオクラの方を苗で買ってるという感じですね。で、このオクラはですね、梅雨前に植え付けたんですけれども、そこからもうかなり大きくなりましたね。健康的だと思います。で、こちらはですね、バナナ園なんですけれども、バナナ園の中の一列を、畝を立てまして、で、そこでですね、オクラを植えております。はい。こんな感じですね。ちょっと見てみましょうか。ここを畝をわーっと2畝ですね、バナナの、列の間に立てまして、で、枝豆とかですね、大豆、とか、他にもさつまいもとかですね、あと、枝豆とか、そういったものを作っているわけです。で、枝豆のですね、オクラの、栽培のポイントはやっぱりですね、密植というか、こう多粒植えというね、種だと多粒植えですね、ということをやるんですけれども、これ2株ね出てるじゃないですか。これね、集中的にこうまとめて植える方がオクラにとっては、いいです。これはね、原産地、が、砂漠、地帯なんですけれども、やっぱりその水があまりない、場所で育っているので、根っこがね深いところまで行く。それで、お互いの株でですね、支え合って根っこを、近くまで伸ばすっていう特性があるので、こう密植させてねやると。で、こっちはね3本、こっち3本です。はい。これで、元気にですね、オクラは育っていると思います。で、1本にしてしまうとですね、やっぱ成長するスピードがものすごく速くてですね、高くなるんですね。で、取れないっていう、身長がね高くなりすぎて、こう、収穫もね難しくなりますし、すごく大変になります。で、今日オクラちょっと収穫しようかなと思ってます。はい。このぐらいの長さでね全然いいです。はい。あ、トゲが刺さった。はい。これもね収穫します。で、あそこも収穫します。丸オクラですね。はい。島オクラと言われるものなんですけれども、こっちがね逆に4本ですね。はい。1,2,3,4、密植で植えてます。はい。赤オクラですね、こっちは。で、密植した方がやっぱりですね、実のつきもかなり、ゆっくりで、いいのかなと思います。はい。ご家庭でね楽しむ分には、このくらいの本数でね、10本ぐらいあればもう大丈夫です。はい。かなり、家庭のね、オクラ供給にはね困らないと思います。3つあればもう大丈夫。あ、草マルチをしててもね、その複製の草がね覆いかぶせるんですけど、いいでしょう。で、ちょっとね収穫今回します。はい。収穫します。収穫するときはですね、手袋やってください。はい。僕はめんどくさいのでやらないですけど、普通はやります。はい。いっぱい取るときはやります。トゲがあるのでね、やってください。10センチいかないくらいで収穫してもいいです。最初のうちはもう若鶏で、ふい。はい。こんな感じで取れました。サイズ丸オクラなのでね、サイズが大きくなっても筋っぽくならないっていうこともあるんですけれども、このくらいだと非常に美味しく食べれます。はい。ということで、密植栽培によるポイントですね。で、初期収穫まで、お届けしました。で、オクラの栽培の方法とかコツとかもですね、別の動画のところでまとめておりますので、ぜひそちらの方を、ご参考にしていただければと思います。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。バイバイ。